いらっしゃい。真っ昼間から女を見るなんて珍しいな。危ないんじゃねえか。そんな噂怖がってたら商売なんてできないわ。こいつで水をくれ。軍からの報酬だ。偽物じゃねえ。あんた傭兵？うわっ、おい何しやがる。出てって。あんたに出す水はない。俺は客だぞ。私の夫だった人よ。元は軍人だった。でも傭兵の裏切りにあって、自分が生き延びるためなら誰とでも組み、いつでも裏切る。あんたら傭兵は最低の人種よ。もういい？とにかく出てって。お前に聞きたいことがある。胸に七つの傷の男を探している。知らんか。俺は今機嫌が悪いんだ。どいてくれ。俺の質問に答えろ。死にたくなければな。お前いい加減にしろ。この拳でな。なあ、あんた俺を覚えてないか。一回会ってんだけどな。貴様など知らん。おい、早く七つの傷の男の情報を吐け。よっ、せーの。頭に血が残ってた。やっぱり戦うしかないか。店の近くで戦うのは避けねえと。あの女に迷惑はかけられねえ。お前
私は全てをぶち倒す。アイン、よく持ちこたえてくれた。あんた遅いって、死ぬかと思ったぜ。悪い、レイに感づかれて先手を打たれた。今回の星はチャラでいいぜ。それを言う、二人でレイに決めよう。やっぱり俺は強いよな。
っこよすぎるか。までは生き延びる。たとえ泥水をすすってもな。レイ、行ってしまったか。すまぬ。あの男は今家族を殺され、妹を奪われて我を忘れている。何か情報をつかんだら引き続き私に教えてくれないか。まあこれ次第だな。似合うもんくれたらいつでも仕事は引き受けるぜ。待って。いいのか？傭兵は憎いんだろ？あんた、店を守ろうとしてくれたでしょ。その、お礼。物騒な世の中になったもんだぜ。ま、稼ぎには困らねえけどな。お前はあの店の女じゃねえか。よかった。ここで待ってればあんたに会えると思って。待て待て、ここは危ねえ。ちょっとこっちに来い。
傭兵を探すには戦場に行けばいい。どう？効率的でしょ？そういう問題じゃねえだろう。まあいい。なんで俺に会いに来た？食料1ヶ月分払うわ。これで私の用心棒になってくれ。この乱世、女手一つじゃ生きていけない。ましてやこんな小さな子を抱えて。払うものを払えば用心棒になってくれるんでしょ。私の店を守ってくれよ。そんなことのためにこんな危険を犯してきたのか。お前めちゃくちゃなやつだな。うるさいわね。このチャンスを逃すともうあんたに会えないと思う。傭兵は今でも大嫌いよ。でもあんただけは信用してもいいかな。シワ喧嘩の最中かい、お姉さん。そんなことより俺と遊ばない？なんだお前、お呼びじゃねえんだよ。消えろ。以上困らす男は許せない価値で。消えるのはお前さ。その美女はこの銃座がもらってやるぞ。ふざけんな。そんなことさせっかよ。せーの。好きな女だが、ま、そういうのも悪い。せーの。じゃあな。生きていてこそ楽しみがある。
足でぶっ壊してやる。ぶち倒す。そりゃ結構なこと。よっ、やっぱり俺は強いよな。You
虫は全てをぶち倒す。できねえだろうが。なんか二対一って感じだな。まあ恋も戦いも劣勢の方が燃えるってもんさ。強いな。やったじゃない。かっこよかったわよ。なんだよ急に態度変えるんじゃねえ。気持ち悪いじゃねえか。なんだお前その女に惚れてんのか。まっその女もお前に気があるみたいだし、邪魔して悪かったな。俺は人のもんには興味がねえ。報酬の分は働いたぜ。え、どういう意味？俺はしがねえ傭兵だ。一つの場所にとどまんのは趣味じゃねえ。それに赤ん坊を連れてこんなとこに来るぐらいだ。お前には度胸がある。一人でも乱世を生き抜けるさ。もっと払ったら来てくれるの？そいつは
この可愛い子ちゃんのために使ってやれ。俺は所詮裏稼業の人間さ。あんたやこの子のおもりは性に合わない。私やっぱり傭兵は大嫌い。あいつユダの町に入ってくぞ。騎手に使いを出さないと。まで捕まっちまったのか。どうすりゃいい。ならば我らが町で騒ぎを起こす。おそらくユダの兵が集まってくるだろう。その隙にユダに囚われている女性たちを救い出してくれ。わかった。この拳でな。あの女どこに連れて行かれたんだ。そりゃ結構なことで。女性は見つかったか。いや、もしかしたらもう、しかしも愛、希望を失ったら終わりだ。そうだ、励ましてくれてありがとう。
せーの、行ってくるじゃない。ぶち倒す。その力強い拳で弱き者を守ってくれ。あの敵、シャレになんで。
しよう。取れ。てめえら全員この拳でぶっ壊してやる。ユダの居城あたり爆発してねえか。自爆か。何のために。うちの女まで集めるんじゃねえ。俺は美しい。人のものだろうが拳だろうが構わぬ。女はいるのか。美しい女は俺のそばにいる。こいつイカれてやるよ。
ダはぶっ飛ばしてやったけど、あいつの姿が見当たらねえ。私はマミア。ありがとう。あなたたちのおかげで助かったわ。うん、ああ、いいってことよ。それより赤ん坊を抱いてる女を見なかったか。赤ん坊？ごめんなさい、知らないわ。そっか、引き止めて悪かった。気をつけてふるさとに帰れよ。おい、しっかりしろ。来てくれたの遅いよ、バカ。私はもうダメ。この子のことお願い。その子アスカっていうの、いい名前でしょ。おい、俺に子守役なんて無理だって言ったろ。しっかりしろ、死ぬんじゃねえ。あんたしかもう頼れない。お願い。契約成立ね。ありがとう。しがない傭兵の娘なんて正直親としては複雑。どうせなら世を救う英雄の子にしたかった。でもあんたの娘になるなら悪くないか。私のママはどこにいるの？ママはちょっと旅に出てるんだ。いつ戻ってくるの？いい子にしてたら戻ってくるさ。私、いい子じゃないの？いや、お前はいい子だ。じゃあどうして戻ってこないの？はい、剣王軍って奴らがこっちに来る。剣王軍、最近各地で暴れてる奴らだな。傭兵狩りでも始めようってのか。アスカ、隠れてろ。ちょっと追っ払ってくるからよ。この拳でな、俺ら傭兵団をなめんじゃねえ。剣王軍だかなんだか知らねえが追い返す。
手をぶち倒す。はい、奴ら本格的な軍隊みたいだぜ。ずらかっちまった方がいいんじゃねえか。アスカもようやくこのアジトに慣れたんだ。手放してたまるかよ。そっか。せーの。打ち倒す。やっぱり俺は強いよな。
拳は全てをぶち倒す。見事、なんとも頼もしい味方よ。傭兵などただの烏合の衆に過ぎぬ。消えてもらおう。衛星よ、こっちはそれで生活してんだ。文句は言わねえ。やばいぜアイン、別の傭兵団がここに乗り込んできやがった。きたねえ奴らだぜ。俺たちが弱るのを待っていやがったのか。このままじゃ俺たちが駆られちまう。アイン、早いとこずらかるぜ。待て、アスカを連れて行く。時は一刻を争う。ガキなんか置いていけ。ふざけんな。ならお前らだけで先に逃げてろ。アスカ、外に出るなと言ったろ。だってパパが心配だったんだもん。たく、無鉄砲なとこはママ譲りだな。行くぜ。この拳でな。ち、なんで俺が追われる身に。俺はただアスカのために。そりゃ結構なこと。せーの。
目で着ぐるみ剥がしてやるぜ。ほら、行ってくれるじゃない。
よいよな。ぶち倒す。てめえ、この拳でぶっ壊してやる。誰もいなくなっちまった。アイン傭兵団は解散だ。まあ、子持ちの傭兵なんざと組むやつはいねえ。だったらやっちまった方がマシってか。アスカ、お前のママが昔こんなことを言ってた。傭兵は自分が生き延びるためには何でもするってな。その言葉がここに来て身に染みるぜ。今まで傭兵として勝ちっぱなしの人生だったが、
ここらで負けちまうかもしれねえな。パパは負けたらどうなるの？俺を恨んでる連中も多いからな。多分死んじまうだろうな。ママはもういないんだよね。でも私にはパパがいる。うん、私にはパパしかいないの。だから負けちゃダメ。アスカ、傭兵には飽き飽きしてたとこだ。まあそう変わらん商売だがな。最近北斗の軍とかいう連中が天帝軍に反抗しているらしい。狩猟は2人、合わせて1万10ドルの賞金首だ。それだけの金がありゃアスカにもっといい生活をさせてやれる。このチャンス逃さねえ。頼むぜ我が愛しの原骨よ。北斗の軍の奴らをぶっ潰せ。1万10ドルはみんなで山分けだ。そりゃ結構なことで。おい、ぶち倒す。拳でぶっ壊してやる。強いよな。よっ。
ちょっとかっこよすぎるか。私が北斗の軍のリーダーよ。だからみんなにもう手を出さないで。狩猟の一人は女だ。せーの。やりにくいが、あんたのためだ。言ってくれるじゃない。オタクはいい、かかってこい。弱い犬ほどよく吠える。てめえら全員拳でぶっ壊してやる。強いよな。
手をぶち倒す。やっぱり俺は強いよな。やっぱ俺には女は殺せねえ。賞金は5000ジドルで我慢してやるぜ。その国もらいに行けるぜ。悪いが、賞金稼ぎに渡す国はない。お前を倒して逃げさせてもらう。せーの、その軍の資料の首もらった。ん？こいつはお前の女か？
見逃してやっから、どっかに行きな。くれねえか。命を見逃してやるんだ。それぐらいいいだろう。これはイヤリングよ。もう一つもあげるわ。ありがとう。ずいぶん安い報酬になっちまったな。こんな賞金もたまには悪くないか。うん。あんた、久しぶりだな。ここはあんたの村なのか。ええ。誰の墓だ？なんと水長剣の霊、私の愛した人です。あんたは霊の思いをずっと心に刻んで生きてるんだな。天帝軍のファルコが軍勢を率いて村に。天帝軍？なぜ？私たちはもう戦いは捨てたのに。あんた、天帝軍に賞金首を渡してるらしいな。あんたが奴らを呼び込んだのか。俺は何も関係ねえって。ああ、いい。見てろ。奴らを追っ払って、あんたらの疑いを晴らしてやる。敵は大軍、こっちは素人ばかりか。だが諦めるわけにはいかねえ。そりゃ結構なことで。
拳でぶっ壊してやる。やっぱり俺は強いよな。侮辱罪で即刻死刑だ。お前を収容所に送り込んでやろうか。アイム、無理をしないで。絶対に死んではダメよ。俺には今大切なもんがある。そいつを残して死ぬわけにはいかない。殺された俺の強さ、あんたとは分かるだろう。ちょっとかっこよすぎるか。ぶち倒す。チンピラの
始末にこのヒーナ様が手ごろねえとなんねえとはよ。てめえらこの拳でぶっ壊してやる。私は全てをぶち倒す。Yeah!
の拳は全てをぶち倒す。大切な人のためにあなたも戦っているのね。ゾルベス、その力。道を阻む。せーの、裏の王に用がある。マミヤには近づかせねえ。あいつの悲しみをこれ以上増やすのは酷だ。強いよな。やっぱり北斗につくも誰であろうと砕き散らす。北斗とか関係ねえ。これ俺は俺の女とマミヤの手に戦う。そして絶対生き延びてやる。俺は窮地からずらす天才だからな。Yeah.
った。アイン、あんな無茶をしなくても私は疑ってなかったのに。違うんだよ。俺はただ単純にあんたを守りたかったんだ。え？あんた、俺と似てるんだよ。勝手なもんだよな。こっちの気も知らねえでしれっと天国に行っちまう。あんたは確かに綺麗になった。でもどこか悲しいんだよ。アイ、やっぱ女がいる男は殺しちゃいけねえな。でもあなたは変わらず明るい。きっといい人が見つかったのね。わかるか、とびきり可愛いこれがいるぜ。そのうちあんたにも紹介してやるよ。じゃあ達者でな。